はいどうも、ウェブサイトチャンネル現役のプロが教える YouTube チャンネルです。ということでですね、今日も一緒に学んでいきましょう。さあ、今日のテーマはこちらなんですけども、ワードプレスで見出しをデザインをですね、自由自在に変える方法という内容になっております。まあ、どのテーマでもですね、見出しデザインを自由に変更できる CSS、まあ、カスタム CSS のですね、簡単な使い方の解説という風になっております。まあ、あの、見出しのデザインってですね、えーと、変えたいけどなかなか難しかったり変えるのがわからなかったりするじゃないですか。ね この見出し、デザインを簡単に変える方法というのをですね。まあ,あのやっていこうと思います。まあ、css はね。少しできた方がいいです。 ただまあできなそうですね。CSS はね、少しできた方がいいんですけども、できない方もね、えー、と見出しデザインぐらいは変えたいなと、他はいろいろ変えれなくても、見出しぐらいは、どうにか自分の好きなものにしたいってね、思ってらっしゃる方もいると思うんですよ。まあ、そういう方のね、何か参考になればな、なんてこともですね、今回は思っております。ではですね、こちら、ね、簡単な自己紹介を載せておきますので、興味がある方はですね、見られておいてください。ということでですね、今回もダッシュボードに行ってみたいと思います。 はい。ではですね、今回こちら、ね、WebPandaCafe というねサイトを、ね、いつも使ってるんですけども、このサイトの中で、ここ、ちょっと見てみますね。こういうね、H1 タグっていう見出しですね。ここは H2 というですね、あの中見出し、中見出し、中見出しですね。と、込み出しまで入ったようなサイト。この見出しをですね、変えていこうと思います。まずですね。 あのー、まあ、Google Chrome というですね、ブラウザを使っているっていうことが前提になりますので、ぜひですね、Google Chrome というブラウザを使ってください。まだね、Google Chrome 使われてない方はですね、あの、ま、ウェブサイト作っていく上でめちゃくちゃ便利がいいので、あのー、Google Chrome って検索してね、ダウンロードしておいて、あの、そのブラウザを使うようにしていかれるといいんじゃないかなというふうに思います。で、ここですね、えっ、ー、と、3つ出し方があります。まず、ここで右クリックします。 ね。で、右クリックして検証を押すとですね、右側に検証結果が出てくるんですよ。これでデベロッパーツールっていう風に言いまして、あの、ここでね、開発する人とかがね、この場所を使っていくんですよ。で、ここを今回は使います。ね。えー、と、ここで、まずじゃあ、このね、中身出し、ね、変えていこうと思います。ここ。えー、Google デベロッパーツールを開くと、ここに2つ、ね、ボタンが出るんですよ。 右側のボタンはスマホ用のね画面がね見れたりするようなボタンです左側のボタンがこれ今回使うのはこれですこの左側のボタンを使ってじゃあですね見出しを合わせると H-2 って書いてあってですねカラーフォントとかなんかいろいろ出てくるんですけどもこれをクリックしますねまだクリックしてない状態ですここでこれをクリックすると 右側が変わります。右側のどこが変わるのかっていうと、上が HTML で、ここにね、中身出しのとこが青い線がついてますね。で、下、下に行くと、ここが CSS なんですよ、ここ。で、今回のこれは H の2とですね、メインセクションタイトルという名前がついたものに対して、ボーダーが黒で入ってるよ。 でこのねドットメインセクションタイトル h にまあ一緒ですねはいここに対してパディングとボーダーとボーダーボトムが入ってるよっていう風なデザインになってますじゃあ仮にこのボーダートップカラーを外しますね外すと青になりますねそのでこっちのボーダーボトムも外しますねそうするとなくなりますボトムも外すとなくなります シンプルなデザインがいい方は、こういう風な形になったりとかですねで。ここで要はね、触れます。ちょっと太くしてやれということで。ゴンとね、ゴン太のトップのね、あの、見出しデザインになったりとか。ね、いろいろここでね、触れるんです。で、これを使います。これを使うんですけども、まず、 ね、H の2でもいいと思うんですが、まあメインセクションタイトルでもいいんでしょうね。ちょっと両方持ってきてみますね。ここをコピーします。コピー。コピーですね。で、コピーが終わったら、これを、ここのですね、ダッシュボードの中の外観のカスタマイズ。 の追加 CSS というところに入れます。まあ、このテーマでは追加 CSS 真ん中あたりにあるんですけれども、基本的にね、下の方にある、一番下とかにね、あることが多いんじゃないかなというふうに思います。でね、ここ押します。押すとですね、空のところが出てきます。で、これ追加 CSS と言って、あの、今のデザインを変えるんじゃなくて、今のデザインに上書きをして、デザインをちょっと自分のしたいようにしていくというふうな、あの、ものです。 でここにですね先ほどの入れますねバンってはい先ほどのこうやって入れるともうここ変わってるの分かりますかこれをこういう風にねこういう風にですね変わってますじゃあ仮にじゃあボーダーを今回ですね なしにしたいなというふうに思った場合は、消すんじゃなくて、ボーダートップでね、ノーンっていうふうに入れてあげるんです。ね。で、ボーダーボトムもノーン。なしよってことですね。なしよってしてあげます。で、フォントはこれでいいかなとか、ただフォント太くしたいなーなんて思った場合には、フォント、ウェイトボールド、 ななんてていうのを入れてあげるとですすね太くなりますこうやって見出しを変えていくことができます。でこれですね H3 の場合は H3 をクリックしてあげてそこに出てくる CSS を見て変えてあげるというふうな形になります。これだけでね変えれるので是非やってみてください。でさらに今回はですねここで公開しますねすいません公開して見てみると。 無事ね、変わってるのが確認できるかと思います。まあ、さらに今回は、これをね、自由自在に、初心者の方でも、というふうなのが今回のテーマなので、ここからですね、見出しデザインでね、検索します。見出しデザイン。 はい、見出しデザインでね検索すると、まあ、大体この2つがね上の方に出てくるんですよで、ね、これどっちもね個人的にすごく好きなサイトですこの左このサイトはねサルワカっていうねサイトでここのサイトにですねこうずらずらずらとですね見出しデザインが載ってるんですよじゃこのちょっと簡単そうなこのデザインにしてみますね 行動表示っていう風に押すと、こういう風に出てきます。まあ、あのコメントでね、背景色変えるとこだよとかですね、文字の余白だよとか書いてくれてるので、とても親切ですね。じゃあこれをですね、ここから持ってくると H、H の1になってしまいますので、この中身だけ持ってきます。中身。これをですね、先ほどの カスタム CSS ですね外観のカスタマイズこれあのコテーマ使ってる方はコテーマのスタイルシートに入れてもらっても大丈夫なんですけども今回はねちょっとね簡単にということのテーマだったんでこちらのカスタム CSS を使っておりますここ入れてみますね消して入れてもいいんですが消すとねちょっとね難しい時もあるのでとりあえずちょっと追加でね入れときますでパディングだけがね 被ってるでしょ同じパディングパディングって書いてるでしょこういう時はねパディングは消してあげてもいいかもしれないですね公開しますそうするとはい変わってますねこの2つ ね、どうにかね CSS できない方もどうにかこの辺のね使い方だけちょっと覚えるとどんなデザインでも持ってくることができるので、あのー、すごくね便利がいいかと思います。もう少し難しいやつも持ってきてますね。あじゃあ今度はもう一個のねこれジャジャーンっていうねこれ最近ねすごく磨けてめちゃくちゃいいんですよね。CSS がね超優秀なのがいっぱいあるんですよこっちも。 そうですねなんか面白そうなやつ入れてみますねうまくいくかわかんないですけどこれねちょっと難しそうなやつになってくるとね、あのー、うまくいかなかったりするかもしれないので初心者寄りじゃないかもしれないってことですねあこの辺いいんじゃないですかねちょうど、ね、背景がグラデーションのものを持ってきてみようということでここねグラデーション持ってきてみます手順は一緒ですね まあこの手順ね何回もやりますねそしたらね覚えやすいですもんねここ、まあ、先ほどのこれぐらいは消しときましょうかせめてねでここに貼り付けてあげる後悔するちょっと面倒なのでね2つに分けますじゃん変わりましたね こんな感じです。はい。これを使ってですね、ぜひあの自分の好きなデザインにしてもらえたらなというふうに思います。で、デザインのポイントなんですけども、こういうふうにまずは H2 だけとか、ね、こういうふうになってるやつ選んであげるといいです。えっ、ー、と、そう言うても分かりにくいですよね。例えばこれ見てみますね。簡単そうに見えるんですけども、H2 と H2 のアフター、こういうものが存在しています。 ね、こういうアフターとかですねビフォーとかが存在してるのは多いんですけども少しねあの初心者に敷居が高いと思うのでこういうのは避けてデザインを選んでいかれるのがですね、あのー、すごくねいい方法だというふうに思いますただ一応ね知りたい方もいると思うのでちょっと説明だけはしておきますねはいじゃあこれに変えてみますこれに変えたかったらここをコピーしてその後外観のカスタマイズ ここから先ほどの追加 CSS で入れてあげますね。入れてあげます。ここまでは一緒です。ここまでは一緒なんですけども、これだけじゃデザインは変わらないんです。ほとんど。ね。プラスアルファ、こっちが必要なんです。アフター。じゃあ、これをどうやって入れるのか。まあ、まずこのまま持ってきてもらって大丈夫です。今回特に H2 ですしね。 この下に入れます。で、ここ。ここを丸々コピーしてきて、アフターの手前に入れてあげます。そうすると、ドットメインセクションタイトルと H2 のアフターっていう風になります。これね、とって意味なんですよ。このね、カンマが。ということは、こっちも入れてあげた方がいいですね。こっち。ドットメインタイトルのアフター。 と H2 のアフターこの辺がね、少しね、難しくなってくるポイントにもなると思うんですよ。ね。えー、理解ができてないとですね。ただまあ、なんとなく気合でね、頑張れそうな方は、これ見てね、やっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。これ。で、公開します。こうすると、ね、ちゃんとデザインがつきます。はい。下線がね、あのー、難しいわけじゃなくてですね、下線に対して、 グラデーションをかけるっていうのがね、少し難しかったりするんですよ。で、ただね、どれが難しくて、どれが難しくないかなんて判断つかないじゃないですか。判断つかないと思うので、こういうとこポコポコ開けていただいて、アフターとかビフォーがなければ簡単。ね、アフターとかビフォーがある場合、これも簡単ですね、だから。はい。で、アフターとかビフォーがある場合はちょっと難しい。これなんて3つも4つもあるから、ちょっとかなり難しいですよね。はい。こういうのは避けてあげる。 ね。我慢。今は我慢ということで避けてもらって、この辺ぐらいだったらね、簡単かなと思いきや結構ね、2つあるので難しいです。ただチャレンジできない範囲じゃないと思いますので、この辺ぐらいまではね、チャレンジしてみていいんじゃないかなと思います。じゃあ、ちょっとここまでやっておきますね、今回。こっちね、H2 側には、ここまででしたよね。こうやって入れてあげる。そして、こっち、ビフォアの方は、 もうさっき作ったからですね。あ、ダメか。さっきのアフターか。こうやって入れてあげる。で、ここがアフターなので、ビフォーに変えてあげる。はい。これで公開して、見てあげる。とですね、このデザインもなんとできちゃうということで、はい。 こんな感じでですねデザインはいくらでも変えていくことができますしちょっと最後にじゃあここまでやっておきましょうか今 H の2をやりましたねで H の3やりますせっかくだからねこっちからやりましょうか右クリック検証そしてこっちを選ぶですねこっちを選んでこっちをこここれをクリックしてあげる とここに出てきますさまねメインセクションのサブセクションの H の3っていう風になってますね。じゃあサブセクションタイトルと H の3。危なかったですね。さっきのコピーだったのでなんか不具合が出てたかもしれないですね。はい。さあここに持ってきます。 サブセクションタイトルと H の3に対して今こういうデザインが入ってますよということで。まあ,あの特にね、ボーダーがね、厄介なことを起こしやすいです。先ほどもね。なのでボーダーは仮にノーンにしときますね。で、ここからデザインね、始めてあげるとやりやすいかなというふうに思います。はい。まあこの段階で一旦見ときます。ボーダーノーン。おっと、なんか残っちゃいましたね。これあの2段階になってたでしょう。 こんな感じで、ね、途中までが濃い色で途中から薄い色って2段階になってたんですけどもこの2段階も実はビフォーアフターがね関係してくるところなんですよ。でこれがね難しきとこかもしれないですね。さあどこに書いてるかなここか。ねタイトルアフターの H の3にこれが入ってます。 ということで、ここもコピーして持ってきます。この辺が少し難しく感じるかもしれないですね。はい。ではね、サブセクションタイトルのアフター。ね、H3 のアフター。これに対して、とりあえずノーンを入れておきます。ノーン。ディスプレイノーンだな。ディスプレイノーン。これで消えます。 はい消えましたでこの状態にしておきますまあプレーンな状態にするっていうことですねでこの状態から見出しデザイン今回何にしましょうかねあ先ほどのと同じもちょっと尺だなあせっかくアフターがあるのでこれにしてみましょうかまずここ H の2だなこの中身だけですね中身だけでここに入れてあげる 続いてここアフターのここですねここをしょコピーしてここに入れてあげるはいなんかねちょっとおかしくなるかもしれないですけどまあとりあえずやってみますねこんな感じあ無事うまく入りましたね下線入ってたっけな えーっとですね下に線入ってないですね。でもこっち下に線が残っちゃいましたね。だからこの線だけ消してあげなきゃいけないと思いますので。ボーダーボトムのこれでうまくいくんじゃないかなと思います。ちょっとやってみます。 うまくいったのかななんか薄いのが残ってるぞはいこういうふうにしてちょっとずつちょっとずつ調整していきながら自分の好きなデザインのものに変えていく、ね、でまずは簡単なものから簡単なものっていうのはアフターやビフォーがないものからそしてそれを自分で手打ちで打てそうな人は手打ちで打っていってもいいです ね、手打ちだとちょっとまだ自信がないなという方は先ほどの,あのこういうサイトですね「猿若」っていうサイトとか、ね、この「ジャジャーンっていうサイトとか「見出しデザイン」って検索して上の方に出てくるものからですねあのチェックしてもらって入れてもらえるとですねすごくいいサイトができるんじゃないかなというふうに思います。ということでですね今回はここまでにしたいと思います。 はいそれでは本日も良い一日をお過ごしくださいありがとうございましたまだいいなと思った方はですねグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなという風に思います概要欄にもですね参考された情報を載せていますのでご覧くださいということで今回はここまでです